ねえ約束だよ、かけがえのないステージ。皆さんこんばんは。アイドリープライド奥山すみれ役夏川椎名です。鳴宮すず役相川かなたです。この番組はメディアミックスプロジェクトアイドリープライドをさまざまな角度からアプローチ、その魅力を私たちがプライドをかけてラジオの前の全マネージャーさんにお届けしていきます。はい、ということで、はい、先週に引き続きまして、はい、我々2人でお届けしていきますが、はい、先週ね99回で、そうなんです、なんと今週100回ということで、おめでとうございます100回ってすごい、すごいよね。え、毎週オンエアだとしても2年ぐらい経ってるってことですよね。2年ぐらい経ってる、すごい。まさかそんな記念すべき回にで、ね、で私たちでやっていいんですか。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ちょっと100回にねふさわしい放送になるようにちょっとね、はい、頑張っていきたいなと思います。まあね、あの前回のね99回の放送で我々もね、はい、あの仲も深まったかなということでさらに深めていきましょう。はい、お願いします。はい、ということで、まあね、こうやって100回を迎えることができたのもいつも応援してくださっているマネージャーの皆さんのおかげということで、はい、本当にありがとうございます。引き続き応援よろしくお願いします。メールもたくさん送ってくださいね。はい、それでは私たちが紡ぐストーリー、どうぞ最後までお付き合いください。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語、レッツゴーファイオーエイ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 オー。改めましてこんばんは、夏川椎名です。相川かなたです。まずはこちらのコーナー、私たちのまずはこちらのコーナー、せーの、私たちのワンクエスチョンワンアンサー。わかりづらい振り方してごめんなさい、私も入れなかったです。すいません、まだこういまいち息が、いやすいません、読み取れなかった。いや、もうこのコーナーでね、はい、あのしっかりと息を合わせていきましょう。はい、アイドリープライド公式 YouTube にアップされているキャラクター一問一答動画に習って私たちも一問一答に挑戦、マネージャーの皆さんにより私たちのことを知っていただこうというコーナーでございます。はい、今週は私夏川椎名が相川かなたちゃんへ質問していきます。よろしくお願いします。はい、結構ね、いろいろ気になっていることがありますので、しっかりと聞いて掘り下げていけたらいいなと思っております。はい、お願いします。それではかなたちゃんのワンクエスチョンワンアンサースタート。第1問、はい、最近気になっているものことは。みんな電車の中暑くない。あー、なるほど。第2問、最近嬉しかったことは。あのうちの猫が隣で寝てくれるようになりました。わー、いいねー。はい、では3つ目、大人だなと思う仕草や行動は。あの微笑みながら話を聞いてくれる、うなずきながら。なるほど。4つ目、私のことどう思いますか。すごい話しかけてくれる先輩。ありがとうございます。じゃあ最後、好きなお菓子は。お、麦チョコ。ほう、はい、ということで、はい、5個ね質問してきました。はい、ちょっと上から振り返っていきますか。お願いします。まずは、最近気になっているものことはということで、私、あの電車とか乗るとすごい暑いなと思っちゃうんですよ。もう外に合わせてすごい着込んでいったりすると、すごい暑くなるんですけど、もう本当にダウンとか上着とか脱いじゃうぐらい。でもなんかみんな結構平気な顔して乗ってません。いや、これ結構人類全員の課題なんじゃないかっていうぐらい。いや本当そうだよね。私もそう思うよ。ですよね。外に合わせて服選ぶと、やっぱ中にいる時にさ、暑ってなる。なんかその人間ってこうさ、動くとちゃんと汗かくじゃない。はい、それを多分忘れてるんだよね、みんなね。みんな忘れて。それこそ春カイロとか貼っちゃった時はもう終わりじゃないですか。それはもう終わりだね。剥がしたいよね。そうありがたいんですけどね。ありがたいんだけどね。結局冬に電車の中が寒くても多分なんでやねんってなってたと思うんですけど、でもちょっとみんななんでそんな平気なんだろうなってちょっと気になってます。だからそのさ、上着が
あのもうちょっと軽い感じだったらいいんじゃない？なるほどね。そう、あの脱ぎ着するのはしょうがないとして脱いだ後にさ、ね、なんかこう腕とかにかけとくのも邪魔だし、うん、そうなんですよね。それがね、なんかね、なんかこうパチンってさ指鳴らしたらさ、あのこう半袖になるとか、そんな文明ができればいいんですけどねそういうことになったらね、いいのにね、はい、って、わかるよ、はい、すごいわかる。そして2つ目、最近嬉しかったことはってことで、猫ちゃん飼ってるの？そうなんです、うん、あの相川家では2匹猫飼ってまして、で私がもうすごい可愛がってるんですけど、多分それが嫌なんでしょうね。あ、猫ってね、構われるとね、ぷいってなるからね。でどっちかというと母とかは、うん、はいはいっていう感じでほっといてるんですけど、そんな母にはグイグイ行くんですよね、猫たちって、はい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 、そういうもんだよね。で、ああと思ってたんですけど、うんうん、最近は私おこた効果かなと思ってるんですけど、うん、おこたを寒いので出してて、はいはい、で私がおこたに足を突っ込んでると隣に来て、うん、おこたの熱暖を取りつつ、うん、隣で寝てくれるんです。それそんなこと今まで本当もう10年ぐらい飼ってるんですけど、そんなことなかったのに、10年目にしてようやく慣れてくれる隣で寝てくれる。あ、それは嬉しいね。めちゃくちゃ嬉しい。へ、猫ちゃん どういう猫ちゃんなの？あの2匹とも長毛種で、はいはいはい、大きい長毛種とちっちゃい長毛種、はい、はい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 、わかったわかった、うん、でっかいのとちっちゃいの、うんうんうん、でっかい白いのとちっちゃい黒いのがいます、うんうん、へえ。でもさ、長毛種だとさちょっと暑くない？ちょっと暑そうなんですよしばらくしたら、うん、あ、もういい、暑いってなっちゃうんですけど、でも離れたくないよね、せっかく来てくれたらね。また暑さと戦ってんじゃん。そうなんです、私はいつでも暑さと戦ってて電車の中だけじゃなくて家でもお家の中でもそうなんですよいや、これは確かに嬉しいですね、はい、さあそして3つ目、大人だなと思う仕草や行動が、なんだっけ、微笑みながら話を聞く、話を聞いてくれ、うんうん、すごい、この、うんうん、この画角皆さんに見せてあげたい、すごいラジオで伝わらない、すごい幸せ。え、どうした、話聞こか、うわ、それ大丈夫なやつですかこういうやつでしょ、こういうやつでしょ。なんか、うん、私も結構普段は聞き側に回ることが多いんですけど、やっぱ仲良くなったり、うん、なんか自分が好きな話題とかになるとすごい話しちゃう、はいはい、もう口が高速回転しちゃうタイプで、うんうんうん、そういう時に、うんうん、はいはいってこう笑いながら聞いてくれてると あ、うんうん、あ、好きってなる。へ、どういう話の時にそのあれになるの？うん、なんだろうな、私がもう本当好きなものについて、例えば、うん、それこそ私昔から読書が好きで、その好きな本の話とかになるともう、うん、マシンガントークしちゃう。聞いてみたい。本当ですか？の話、うん、なんか本当にもうその内容についてとか、はい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 、もう好きなキャラクターのこの何ページの何行目がいいとか言っちゃうタイプで。あ、なるほどね。結構オタク気質というか。そういうの。あ、でもちょっと近いところを感じるな。そういうのを、うん、うんうんってなんか聞いてくれると、うんうんうん、単純なんで、あ、好きってなっちゃう。なるほどね、はい、OK、 分かった、心にメモしておきました、はいはい、そして4つ目、私のことどう思いますかということなんですけども、そうですね、これもなんだろう、うん、あのイベントの時とかに、うん、そのまあ、お会いした時とか、うん、あとそれこそさっきも言ってた、あの最年少対談みたいなのを、ね、されていただいた時に、事務所のねイベントでなんかパンフレットかな、はい、作る時に小田吹さんもね、あの一緒にやったんですよね。その時もなんかすごいお話たくさんされてて、うん、でなんか適度に振ってくださったりなんかすごいなんか話しかけてくれるし、なんかすごい楽しくさせてくれる先輩だなっていう。あ、嬉しい。いや、ちょっと私だからそう3期生がね、はい、入ってくるってなってさ、はい、我々としてはこう声優部門で言うと初めての後輩だったわけですよ。そうですよね、直属の後輩ってできたことなかったから、はい、あ、ちょっとどうしようかなと、うん、その時に私どういう先輩になろうかなってちょっと真剣に考えた時に、なんかこうまあいて、自分がもしその事務所にね、はい、何もわからない状態で入った時にいて嬉しい先輩って、はい、なんかこう気軽に話しかけられる先輩かなって思ったの。そうだから、そういう先輩になりたいなと思って、やってました。まさにすごく、あ、でもそう慣れてるんだったらよかった。なんだろう、話しかけやすいというとあれなんですけど、うんうん、すごいなんだろう、
なんか親しく知ってくださってる、うん、したいと思ってくださってるのかなっていうのがすごい伝わってきて、嬉しい、よかった、伝わって、なんかすごい安心してお話できる先輩です、うん、そっか、そうね、なかなかねこう接点もねあんまりないまま ね時間だけが経っちゃってみたいな感じだったから、はい、ちょっと心配してたんですけど、よかった。またね、はい、最近ちょっとこう絡みもね増えてきたから、はい、なんかこう困った時とか何でもいいよ、なんかちょっと嬉しいことあったとか悲しいことあったとか何でもいいんだけど、はい、もうなんか夏川に話してもらえたら夏川も嬉しいし、はい、もうあのいつでも何でも話せる先輩と思っていただけたらそれだけでも幸せでございます。ございます、嬉しいな。で最後、はい、あの好きなお菓子はっていう質問なんですけども、はい、麦チョコです。ちょっと本当食べてはいけないぐらいの量の麦チョコを食べてます、うん、私ね、そう、麦チョコってね一個一個がさすごいちっちゃいからさ、なんか罪悪感ないというかね、知らぬ間に一袋いっちゃったりとかするんだよね。いっちゃったりとか全然しちゃって、うわー、でも気持ちすごいわかるな。麦チョコめっちゃ好きなんです。あ、いいね。え、麦チョコ単体で食べるの、それとも何かとさ、なんかわかんない、ホットミルクとかさ、コーヒーとかあるじゃん。単体ですね。あ、もうそれだけで、もうそれだけを、オンリー麦チョコで、オンリー麦チョコでひたすらひたすら食べるの、もう黙々と食べます。へー、あ、お気に入りのとかがあるの、やっぱなんかこのこのスーパーに売ってるこの麦チョコとか。あ、でもそうだな、あんまりこだわりはないんですけど、うんうんうん、でも、あ、でも神戸に住んでた時の近くのスーパーの麦チョコは美味しくなかったです、うん、あ、美味しくなかった美味しくなかったんだそうなんです。あの、でも何が違ったの、その麦チョコの中の、なんかその中のパフの率が高くて、はい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 、チョコ率が低かったんですかね。あ、でちょっとなんかパフ味が強くて、うんうんうん、っていうのは覚えてるんですけど、比率が大事なんだね。比率がちょっと大事なんですけど、うん、でも結構どこのも美味しくて、へー、あ、いいね、なんかもう、うん、マイベスト麦チョコに出会えたらいいね。そうですね、見つけていけたらいいな、うん、ね、食べ比べとかしてみてほしいな、はい、はい、ということで以上かなとちゃんのワンクエスチョンワンアンサーでした。はい、それではここで1曲の前に、うん、オンエアするアイプラ楽曲の歌詞をテーマにトークセッションをしていきます、はい、今夜オンエアするのはパジャパのパジャマパーティーです。来ました、来ました、パジャパ、パジャパはですね、赤崎心、白石千佐、兵藤雫、そして奥山すみれ、鳴宮すずのユニットですね。はい、我々もね参加させていただいておりますけども、めっちゃ可愛い、めちゃ可愛いなんです ね曲だよね、はい、しかもなんかちょっとこう歌がセリフっぽい感じの歌なので、で、ね、なんかこうすごくね歌なんだけど、なんかなんてお芝居してるみたいな感じで喋、ね、ってるみたいな、そうそうそう、本当にね可愛い雰囲気の曲になってますね、これも未来で披露されてるんですよね、うん、そうだわ、披露するんですよ、我々的には披露するんですよ、されたんですよされたんですよ、いや、ちょっと反応気になるな、気になりますね、どうなってるんだろうな、ね、振り付けもすごい可愛い振り付け、そうつけてもらってね、はい、はい、あ、ではですね、うん、夏川さん、歌詞の一部が書いてあるリリック字を弾いてください。はい、夜は何食べよう、お、うん、夜は何食べようですね、はい、夜何食べましょうかね、ほうほうほう、ご飯、ご飯、今夜何食べようかしらっていう、今夜どうしましょう、今夜どうしようかな、で私ね最近ね、ほんとね、ご飯食べる時間がちょっと良くないなってすごい思ってて、時間帯が、時間帯が、そう、仕事全部終わって家帰って、家でもさやっぱやることいろいろあるから、うん、やることいろいろやって終わらせてから食べちゃうんだけど、ね、だいたい10時とかなっちゃうんだよね、そう、そう、ね、遅らせて、そう、良くないじゃん本当はね、ちょっとそうですね、そうとか、なんかこう深夜の仕事が終わった後に、うん、そのまま寝りゃいいのに、ちょっと食べちゃうの、うん、わかります、春雨とか食べちゃうの、春雨っていう、なんかそのさ、春雨ならいいだろう、いいかなってそうそうそう、なんか別に許してもらえるかなって、そうそう、ギリギリなんかラーメンよりはいいだろうみたいな確かに謎の対応になります、春雨ってだけで、そう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 、だから夜食がね最近多いからちょっと気をつけなきゃなって思ってるところだね。 なんか好きなご飯、好きなご飯、うん、そうですね、私すごい変な話になっちゃうんですけど、うん、母の作るハンバーグが世界一美味しいと思ってて、うわ、いい娘、いやマジで、うん、どのお店のハンバーグよりも母のハンバーグが美味しいです。何が違うの、わかんなくて、うん、なんかその豚と牛の比率とかなのかなと思ったんですけど、はい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 、全然そんなこともなくて、レシピが特殊ってわけではないんだ、でもない、普通に作り方は普通なんですけど、なぜか母のハンバーグがマジで美味しいんですよ。いやでもいいね、ソース、デミグラスか和食、ね、和風か、あ、大根おろしみたいなやつね、大根おろしか、うん、デミグラスかみたいな選べるんですけど、どっちもめっちゃ美味しいんですよね、うん、何がこんなに
美味しくさせてるんだろうって分かんなくて、うんうん、で一緒に私が作って、うん、母監修で私が作るっていうのを、はいはいはい、レシピ通りにね、うん、あの母に指示してもらって私が作ったらそんななんですよね、うん、え、あ、そうなんだ、そんななんですよ、同じレシピで作ってもそうなんです、それは不思議だね、だからそのこね具合なのか、なんか切り刻む技術なのかわかんないんですけど、あれじゃ手の温度とかじゃない、手の温度とかあるじゃないあるかもしれない、手があったかい人はなんかこう料理作るとみたいな、なのかあるじゃないか、なんか同じメニューなのに全然違くて、わあ、でもなんかそういうのがあるのいいね、まだ私あの一人暮らししてなくて、うんうん、なので母のご飯を毎日じゃあもういつかその食べさせてもらう、お母さんのハンバーグ習得したいです ね、 ね、再現できるようになりたいね、はい、はい、ということでめっちゃいい話が聞けましたね、はい、はい、私たちの、夜は何を食べようのトークセッションいかがでしたか、それでは聞いてください、パジャパでパジャマパーティー、パジャマパーティー、お気に入りの、yeah、パーリーオンナイオン、今夜はずっと最高な夜を、今夜は待ちに待ってたドキドキワクワクなファンパーリー、今すぐ早くこっちに早く帰り道スキップしちゃう、口ずさむ円高まる期待、何しよう、夜は何食べよう、まずはサイダーで乾杯、ニューなゲームは君に乾杯、相談聞く君は寛大、頼りになる my best friend、 夜は長い楽しもう、oh yeah、カードゲーム枕投げ、スペシャルな夜にしよう、今日ここからはマネージャーさんから届いたメールをご紹介します、はい、コンマルネームコンドルになりたいコンコルドさん、はい、ありがとうございます、相川さん夏川さんこんまる、こんまる、2月も後半に入り、受験生で進路が決まった方や、4月から新たな生活を始める社会人の方が、うん、新居選びや家具選びを考え始める時期ではないでしょうか、はい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 、アイプラのみんなは寮生活をしていますが、うん、もしお二人が担当している鈴やスミレの新生活をマネージメントできるなら、うん、どんな部屋を選んであげたいですか、なるほど、カウンターキッチンや角部屋、祭壇の位置など、うん、こだわりはありますか、あー、ことで、いいね、なるほど、そっか、そういう時期か、そういう時期ですね、それこそね、4月から新生活始める人とかもね、多いかもしれない、なるほどね、どういう部屋か、スミレ、スミレが一人暮らし、スミレちゃんですもんね、スミレが一人暮らしとか本当に心配なんだけど、ですね、まだ早いよ、まだ早い、だってスズにもまだ早いですよね、まあ、年齢的にちょっとやっぱさすがに早いかなとは思うけど、まあでもするなら、ね、するなら、いや、なんか、うん、はい、あのターミナル駅の近くがいいな、あの、すず、ね、実家帰れるとこがいいな、やっぱその配慮は必要ですね、うん、うん、もう一本で帰れるところにしてほしいな、一本で、うん、心配だから、そう、心配だから、心配だからもうすぐすぐすぐお家帰ってこれるようなね、うん、なんかあってもね、やっぱ治安はいいところじゃないと、あ、そうね、街灯がちゃんとあるとか、人通りもあって、駅前に交番欲しいよね、欲しいですね、欲しい欲しい、交番は絶対いるな、夜中でもね、こう明るい、でも繁華街じゃないみたいな、そうなんですよ、そこが難しいんですよね、飲み屋の近くはね、いやダメですよ、うるさいしね、うん、そう、うるさいし駅近だけど静かで、そうね、でも交番があって、うん、
まあ、まあ、なかなか難しいですよね、うん、この欲張りこの条件ね、うん、まあ、だからその立地はまあいいわ、中身は中身ですよね、中身、うん、中身何が必要かな、なんかあんまりそのまだ一人暮らしとかをしたことがないので、うん、どんなお部屋選びがいいのかとかもあんまり分かってないんですけど、なんか憧れのとかあるの？憧れの、うん、なんか色味は統一したいなって勝手に思ってて、はい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 、なんか何系統でもいい、何色がいい、あと白とか黒が好きなので、うん、ああああ、まあ、白黒の系の部屋に私はしたいなと思ってるんですけど、すずちゃんですよね。確かにすずちゃんだとなんかガチャガチャしてそう。あ、なんかグッズ部屋作ってあげたいです。あ、はい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 。グッズ部屋、いいね、もうグッズのためだけの部屋作ってあげたいですね。あ、いいねいいね、はい。確かにいいね。どうですか、すみれちゃんは。なんだろうな。私が助言できるとしたら、はい、ロフトベッドはやめとけっていう。ロフトベッドロフトベッドって知ってる？一人暮らしをね、始めたての人とか結構買いがちな、はいはいはい、下にスペースがあるタイプの、うん、で、ベッドにはこう、階段で登る、階段とかね、うん、はしごみたいなやつとかつけて登るとか、私もね、使ったことあるんだけど、あれは良くないね。良くないんですか？ダメだよ。いや、あれがいいっていう人もいると思うし、実際下のスペースはそれこそ祭壇とかにちょうどいいようなスペースだから、有効活用できる、そうそうそう、いいんだけど、私はね、何回かね、寝ぼけた状態で起きて、はしごを降りながら足を滑らせてすねをぶつけたことが何回かあるから、すみれも含め、そうね、相当しっかり者じゃないと、相当寝起きに自信のある人じゃないと、寝起きに自信がある人じゃないと使っちゃダメだと。そうですね、確かに確かに危険性はそう、ね、ありますね。あとあんまりこう部屋の広さは重視しなくていいんじゃないかなって思います。あ、そうなんですね。掃除大変なだけだから。ああ、なるほど、確かに。私も結構一箇所にもう座って身の回りに必要なもの固めちゃって動かないタイプなので、うん、そうそう、それが一番楽、部屋狭くていいかなって感じはしますね。だからもう部屋の中心にこたつを置いて、ああ、うん、周りに、そう、周りにも全部そうやってもらって私のこう要望としては布団がいいな、ベッドじゃなくて。布団がいいんですね。スミレにはベッドじゃなくて布団で寝てほしいなっていうのがありますね。私はすずちゃんにお姫様みたいなベッドを、あ、天外ベッドね、天外ベッド、いい、ね、はい、続きましてコンマルネームキタムーさんからいただきました。ありがとうございます。なんちゃん、かなたちゃん、こんばんは。こんばんは。コンマル100回おめでとうございます。ありがとうございます。なんちゃん演じるすみれちゃんとかなたちゃん演じるすずは新しく結成されたパジャパのメンバーですね。はい。パジャマパーティーって僕を含め男子はあまりやったことがない人が多い気がするのですが、はい、実際お二人はパジャマパーティーしたことありますか？僕の想像ですが、友達の家に泊まりに行く的な感覚で良いのでしょうか、ということでお便りいただきました。パジャマパーティー、パジャマパーティーやったことある？それはつまりパジャマパーティーをやろうってするってことですよね。そうだね。だから パジャマパーティーだから主役はパジャマなわけよ。主役はパジャマなんですもんね。だからパジャマを持参し、誰かの家に集まり、パジャマを着て、お菓子かなんか食べるんですかね。ゲームだかなんかするんですかね。わかんないですけど。ないですね。そんなめんどくさいことなかなかやらない。そうです。ないです。ないよね。ないですね。いや、憧れはするけどね。憧れの、憧れではあるんですけど。でもなんか、絶対に誰もやったことがなさそうなのに、概念だけは昔からあるじゃないですか。ありますよね。なんか、なんだろう、都市伝説みたいなよね、ほんと。都市伝説、ほんとに。パジャマパーティーやったことある人ってこの世に存在してんのかな？結構。なんかほんとアニメとかさ、そういうなんかこう ね、二次元のもののイメージがすごい、ファンタジーな感じがしちゃう。ねえ。いやありますか？ないですよね。ない。ない。いや、泊まるってなってもさ、パジャマ持ってくことはないよね。なんか。ジャージとかでいいかなってなって、とかもうその時着てる服、まあ1日ぐらいだったらいいかなって、朝すぐ帰るしみたいな感じで、でも雑魚ねよね。そう、本当そうですよ。その辺の床とかで雑魚ね、あそこでいい、そこでいいってなっちゃう。そう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 、可愛いパジャマ着てとかないよな。ごめんなさい、夢を壊しちゃうかもしれないんですけど、ないですね。ないですね。はい、ということで、今日のメールはここまで。こんもれでは引き続き皆さんからメールを募集しています。アイプラに関することはもちろん、私たちへの質問、メッセージなど何でも OK です。詳しいコーナー情報はアイドリープライド公式サイトをチェックしてください。メールアドレスは pip@joqr.net です。いつでもお待ちしてます。アイドリープライド、こんばんはから
しもし、マネージャーさん、今からルイちゃんのお家でお鍋パーティーをしようと思うんですけど、ゆうちゃんが張り切ってお肉を買いすぎちゃって余っちゃいそうなんです。なのでマネージャーさんも来ませんか？というか予定が空いているなら絶対来てください。ルイちゃんとゆうちゃんと3人でマネージャーさんに日頃の感謝の気持ちを伝えたいって思ってます。それじゃルイちゃんのお家で待ってますね。してきました。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語、エンディングのお時間です。うん、今日のコールフロムはこんまるネームヘックスさんからいただきました。はい、ありがとうございます。お鍋パーティー、いやーゆうちゃんお肉買いすぎちゃいそうですね。買いすぎちゃいそうだね。解釈一致ですね。うん、はい。ね、あの楽しいお鍋パーティーになるといいですね。はい、そうですね。はい、ということでここでアイドリープライドからのお知らせです。はい、まずはゲーム情報。今宵は朝までパジャマパーティーガチャが開催中です。星子雫、星子すみれが登場しています。はい、イベントパジャマパーティー夢見る少女と眠り姫も開催。イベントプレイで星に心がゲット可能です。さらに IPCA 未来に収録されているパジャパの新曲パジャマパーティーの 3D ライブがゲームに追加されました。ぜひ見てくださいね。続いて音楽情報。星見プロダクションのニューシングル星見プロダクションジェムストーンズが5月24日に発売決定。うん、さらに7月15日土曜日、16日日曜日に幕張メッセイベントホールにてライブの開催も決定しています。やった、チケットの先行受付は追ってお知らせします。公式ホームページをご確認ください。そしてそしてゲーム2周年楽曲の制作も決定。うん、グループリーダーの永瀬琴乃、川崎さくら、天童瑠衣、神崎リオ、フランの5名が歌唱予定です。お楽しみに。そして次回のパーソナリティは兵藤雫役の首藤由紀奈さんと白石千佐役の高尾香音さんが担当されます。はい、楽しみですね。はい、せっかくなんで、はい、ちょっと来週次回のパーソナリティの2人になんかちょっとね、聞いてみたいことなんかないかな。パジャマパーティーの話した。パジャマパーティーのメンバーですもんね。あ、そうだね、この二人もねパジャパのメンバーなので。はい、あ、じゃあちょっとお二人のプライベートパジャマ、はい、おプライベートパジャマガチパジャマね、プライベートガチパジャマの話をちょっと聞こうかな。なるほどなるほど、どういうパジャマ着てるんだろうね。はい、カットされないことを祈っております。さて、こんまる第100回でございましたがいかがでしたでしょうか。いや、100回という記念すべき回を、そうだね、夏川さんとさせていただくことができて、はい、とても嬉しかったです。嬉しいです、ありがとうございます。なんかこうね、2回にわたって、はい、あの2週にわたってねお話しさせていただいて、結構ね根本でね似てるところがありそう。なんか、うん、通じ合えるところがね、好きなものとかなんか趣味とかはちょっと違うのかなって感じするけど、はい、なんか考え方とかが似てる気がしてるの。なんか今日そう2週にわたって話したことでちょっと掴んだ気がする。あ、嬉しいです。すごい、もう聞きたいもいろいろ、なんかこう好きな、なんか好きなものについて熱く語ってるちょっとオタクモードのかなたちゃんを見てみたいなと思って。大丈夫ですか？うん、いや大丈夫だよ、大丈夫、同じような人間だったしもだからそのオタクモード発揮したら私もオタクモードで、オタクモードでじゃあぶつかり合いましょう。いろんなオタクだからさ、私もさ、はい、そうですオタク同士のね、はい、そうぶつかり合いパジャマパーティーするか、オタク同士で。どうしますか、オタク同士でパジャマ持ち寄ってパジャマパーティーするか。パジャマパーティーじゃあそうそうそう、はい、ということで今回はこれでお別れです。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語、ここまでのお相手は奥山すみれ役夏川椎名と鳴宮鈴役相川かなたでした。せーの、マネージャーさん、来週もこの時間は私たちとこんばんはしてくださいね。バイバイ。